すごいな。すごい。もう無理無理。もう完璧やる気ないでしょ、マージャン。いや、できないよ、絶対。知ってますよ。できるなんて少しも思ってますよ。緊張した、はい、汗かいてる、はい、北海道、はい、北海道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 、はい、どうぞ。ねえ、待った、バカにされてるんだよ。バラすなよ。いや、気づかないかなと思って、ちょっと教えてあげなんですよ。やっぱり教えなきゃいけないじゃないですか。はい、じゃあ座ってください。はい、はい、じゃあ、扇子はここに置いてください。そうです。じゃあ頭を下げて、始めてください。じゃあ佐藤正樹さんのうなぎ屋です、どうぞ。よなんだい、なんだい、またいい、なんだい、ついてください。兄貴、よくわかんない、大変だ、大丈夫です、足がついてます。人生の一つ数分間だよ。おー、いい言葉。あ、もうやだ。え、さほどいい言葉でないと思う。いや、もう、いや、もうよくできましたね。でしょ、ね、やだやだ、よし、はい、おい、よし、いやくるくる、あ、待ちます。ねえねえ、くるくる、あの、うなぎを今日お母さんと食べるんだけど、取ってくれない？買ってくれない？あ、いいよ。ちょっと待っててね。おー、あの、うなぎがちょっと、あの、暴れてるもんで、あの、ちょっと時間かかるかもしれないけど、あ、いいの、全然私待ってるから。あゆみ。クルー、どうしたの、そんな汗かいて。もういつもコンサート以上に汗かいてるよ今。あ、そうなの、早くくれないかな、食べたいんだけど。どうしよう。もう分かんない。あれ、話が分かんない。すげえびっくりした今。このタイミングで振り向くと思わなかったから、すげえびっくりした。どうしよう、いいとこ行って、どうしよう。続き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 、いける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 。あー、これかい。あー、もう嫌。うなぎがいっちゃったよ。はい。あれ、さっきなんだっけ、うなぎ上にちょっと、あゆみちゃんがいっちゃった。そうだ、あゆみ、あー、いっちゃうよ。あー、あゆみの口の中に入っちゃうよ。いらないいらないいらない、いらない、そんなのいらないから、くず、あっち持ってって。うん、あっち行く。あっち行っちゃった。みんなこう、どこに行くの。めっちゃいい気持ちだ。お茶くれないかな。お茶ない、お茶ないんだよ今。お茶、お茶、お茶今取れる状態じゃないんだよ。じゃあ分かった、私が止めてあげる。はい、あ、止まった。やー、もう分かんない。あゆみのどこに入るって言ったの。あゆみが、はるなんと十期でうなぎを食べる設定で、うん、で、はるなんがあったので、クルーがうなぎ屋さんだったんですよ、うんうん、うなぎと、うなぎと触れ合ってるところで、で、はるなが、あの、うなぎが十期で今日食べて作ってあげるから、お母さんが作ってくれるからちょうだいって言ったんですよ。そしたら、クルーが汗かくじゃないですか、結構だから、汗かきだから、あの、自分の手もぬるぬるだし、どうしよう、うなぎもぬるぬるだから、取れないよ、ぬるぬるしてません。あ、そうだけど、そういう手で。なんですか、ちょっと。いや、本当の、本当の手ぬるぬるです。なんですか。ぬるぬるじゃないです、全然。すごい綺麗ですよ。マジで。マジで。手にして、で、はるなが、あの、お茶飲むじゃないですか。おっとりしてるし。だから全然いいよってことで、ずっと待ってて24時間過ぎちゃった。24時間。どうもありがとうございました。あ、わかんない、わかんない、はい、はい、はい、さ
初だな恐れ入りました、ね、ああもうやだ土壌だ今日土壌うなぎ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 同じでいいじゃないかよはいそっちで戻ってね、はい、ありがとうございました